ラファエル・ウルダネタ教地図ラファエル・ウルダネタ教は、ベネズエラの西方、マラカイボ湖の流出口に架かる橋。マラカイボと、その他のベネズエラの地域全体を結ぶ橋である。橋は独立戦争における、ベネズエラの英雄、ラファエル・ウルダネタにちなんで名付けられた。ラファエル・ウルダネタ将軍教、または、ウルダネタ将軍教とも呼ばれる。増強され、 補強鉄線が入っているコンクリートで作られた、このケーブル張りの橋は、湖岸から湖岸まで8678メートルの距離がある。5つある橋の主要な景観は、それぞれ235メートルの長さを誇る。それらは高さ92メートルの塔で支えられ、下方の水面まで46メートルの間隔を空けている。また、ラファエル・ウルダネタ橋は車両のみが、 通行可能となっている。1957年に橋のデザインコンクールが開催され、イタリア人のリッカルド・モランディが賞を獲得した。モランディのデザインは他の12作品と違って唯一コンクリートが用いられており、維持費も安い上に補強鉄線入りのコンクリート技術を橋に使用することはベネズエラにとって価値ある経験になるだろうと期待されたのである。建設工事は グルーン&、ビルフィンガー、ユリウスベルガー、バウボーグ AG、プレコンプリミド CA、バイス&、フライタークやケインヘェニエリアなど、数々の企業により行われた。フランスの著名な協梁技術者、ミシェル・ビルロジュによれば、マラカイボコのこの橋は、ゴールデンゲートブリッジやフォースワンに架かる橋、ブルックリン橋やガラビ橋など、世界でも著名な橋の数々の一部を成す資格がある。という、 2018年8月14日、イタリア、ジェノバで、モランディ教が崩壊。ラファエル・ウルダネタ教と同じ設計者によるものであった。ことから安全性の問題が浮上するとともに、過去20年以上、鉄筋コンクリート製の橋脚のメンテナンスが、行われていないことも報道されている。1962年8月25日、当時のベネズエラ大統領、ロムロベタイクールによって、 ラファエル・ウルダネタ卿はオープンとなった。その後1964年4月、橋に船が衝突する事件が起き、橋の一部が崩壊した。ケーブルバリによる新たな二つ目の橋の建設工事が1982年以来提案されてきており、2000年より数々の調査が行われた。この新しい橋を建設する際にかかる費用は4億4000万ドルと見積もられており、 通行料金で資金を融通することになるようである。橋の名前がカルモナ教に変えられている。ありがとうございます。